武器と戦争の世界史。前回は初期鉄器時代に誕生した騎馬戦士について解説しました。今回はその頃の攻城戦や海戦に目を向けてみましょう。ところでキリタン、ギルガメシュ叙事詩を知っていますか？ギルガメか、懐かしいな。親から見るなって言われてたからな。あんまし見れなかったんだよ。違います。それは昔テレビ放送していた平成最後のお色気番組ギルガメッシュナイトです。私が言ってるのは人類最古の物語と言われるギルガメッシュ叙事詩のことです。それイジリー岡田とか関係ある？人類最古の物語とイジリーは何の関係もないです。ギルガメッシュ叙事詩は英雄ギルガメッシュが木材を手に入れるために紅白の森に遠征するお話です。ギルガメッシュと彼の相棒エンキドゥは森の番人である神の使徒フンババを倒して木材を手に入れます。しかしその後なんやかんやあってメンヘラ女神のイシュタルに絡まれてしまいます。女神は球根を跳ねのけたギルガメッシュに殺意を抱き、使徒天竜グガランナを地上に遣わして全てを滅ぼそうとします。女神ガチでやべえやつじゃん。ギルガメッシュはエンキドゥと共に見事天竜を討ち取り、富と名声を手に入れたのでした。しかし神に背いた代償は重く、ギルガメッシュは無二の親友であるエンキドゥを神の定めによって失ってしまうのです。話の構成考えたやつ天才すぎるだろ。桃太郎にもメンヘラ女神が登場すれば名作だったのにな。でもさ、木を手に入れるために使徒を倒すってちょっと壮大すぎないか？木なんて簡単に手に入るだろ。森林だらけの日本に住んでいるとあまり実感がないかもしれませんが、木材は文明の最重要資源なんです。人類が文明的な生活を送るためには燃料が不可欠ですからね。ああ、石油や石炭の利用が始まる前だもんな。木がないと調理もできないし暖も取れないよな。それに加えて文明をさらに発展させるためには建材や洗剤となる良質な木材を確保する必要がありました。使徒フンババが守っていたのはレバノイ杉の森です。古代の地中海世界において海上交易で活躍したのはフェニキア人ですが、彼らの土地に洗剤として優秀なレバノン杉があったからこそ活躍できたんです。木が文明の方向性を決定づけたかもしれないのか。木って重要なんだな。というわけで今回は木で作られた巨大兵器がテーマです。まず工場兵器について見てみましょう。軍艦は次回の後編で紹介します。これは紀元前860年頃のアシリアのレリーフです。波状椎を備えた移動工場塔が敵の城壁を粉々に破壊しています。またアッシリアが壊れるな。古代メソポタミアの城壁は日干しレンガでできていたものも多いので、本格的な工場兵器に攻められてはひとたまりもなかったでしょう。このような工場兵器は戦争の様相を一変させました。紀元前332年アレクサンドロス大王はフェニキア人の都市国家ティルスを攻めます。なんだこの地図、何がどうなってんだ？当時のティルスは海上城塞都市だったんです。そこで対岸から海を埋め立てて道を作り、その先に工場塔を配置して攻めたそうですよ。大王の工場塔に対しティルス側は城塞から投射式の工場兵器を使って対抗したそうです。工場兵器には工場兵器で対抗するわけか。戦争が急にテクニカルになったな。このような投射兵器は当初は弓を大型化したような構造をしていましたが、すぐに限界に行き着きました。限界？シリーズ第3回で説明したように、弓は木材の圧縮、引っ張りという曲げを利用しています。極端に大型化した弓を曲げた場合、木材の圧縮強度や引っ張り強度を超えてしまい、破壊が起きてしまうんです。ああ、そりゃそうだよな。物には限界ってもんがある。そこで、ねじりバネ方式が考案されました。これは、ねじったロープの束に腕木を突っ込んだもので、ねじれが解けると同時に腕木が高速で回転するというものです。これを2つ用意して弦で結べば巨大な弓の完成です。このような投射兵器はローマ軍で多用されバリスタと呼ばれました。この限界を決めていたのはねじるロープの強度ですが、動物の剣などから強靭なロープが作れたのでかなり余裕がありました。ってことは大型化が可能だったのか。そうです。大型のバリスタでは矢だけでなく重い石弾を飛ばすこともできました。工場戦には石弾の方が便利だったようで、そのうち石弾を飛ばすことに特化した投石機が作られるようになります。
これは、ローマでは、オナガーと呼ばれました。オナガーは、シリーズ第2回で出てきたロバですが、動きが似ていたそうです。これって、さっきの腕木を、垂直方向に置けばいいだけだよな。こっちの方が簡単そうだぞ。バリスタより製作は容易でしょうね。後の時代、中世ヨーロッパでは、さらに簡略化した人力式投石機が使われるようになります。これは、腕木の反対側に多数のロープをつけ、大人数で引いて発射するものです。画像は、中世ヨーロッパのものではなく、古代中国で発明されたものですが、構造は同じです。あれ？中世ヨーロッパの資料はないの？こんなのしかないですね。悲しいことに、中世の画力が追いついてね。技術的に退化してないか？いえ、先ほどのオナガーには、ねじりバネの強度という限界があります。人力式投石機の限界を決めるのは、引く人の筋肉です。射程も筋肉次第なので、ある意味、自由自在ですよ。おう、そうだな。12世紀になると、平行錐式の投石機が考案されました。これは、人力で引くのではなく、カウンターウェイトを利用したものです。発明者は不明ですが、書物に初めて登場するのが、1187年、タルス氏という人物が記した、愛遊部長の軍事書です。エジプトやシリア周辺、もしくは、お隣、イラク周辺のアッパース朝で発明されたのでしょう。イスラム世界か、なんか予想外だな。キリスト教徒が発明して、イスラム教徒は真似しただけと主張する学者もいますが、まあ、この手の話にはつきものです。仮にそうだったとしても、明確な記録がないということは、威力は大したことなかったのでしょう。もし、人力式投石機の限界を超えるほどの出来栄えであったのであれば、タルス氏のように記録を残すと思いますよ。なるほどな。で、この方式なら、限界はないも同然だよな。そうですね。腕木が折れたり、しなったりしない限りは、どんなに大型化しても大丈夫ですよ。平行錐式の投石機は非常に強力だったため、ヨーロッパから中国まで広く使用されました。西欧ではトレビュシェットと呼ばれ、中国では海峡との砲ということでフイフイパオと呼ばれたそうです。へえ、発明にかけては右に出るもののない、あの中国人が、ムスリムの砲なんて名前をつけたのか。中世における科学技術は、イスラム圏が世界に先んじていましたからね。イラクのバグダードには、知恵の館と呼ばれる大図書館が作られ、古代ギリシャをはじめ、世界中の書物が集められました。そこでは、哲学や数学、天文学、科学、医学が大きく発展し、多くの偉人を輩出しました。西暦762年、アッパース朝のバグダードへの遷都をもって、俗に言う、イスラーム黄金時代が幕を開けたんです。へえ、バグダードって学問の都だったんだな。なんか、現代のイメージと全然違うぞ。それは、バグダードと共に、黄金時代が終焉を迎えたからです。どういうこと？平行錐式の投石機が誕生したのと同じ頃、ユーラシアステップの果てで、後に伝説となる男が生まれていたんです。ステップ、来るぞ。青き狼が。1258年、チンギスカンの孫、フレグの大軍に包囲されたバグダードは、攻撃開始から2週間も経たずに陥落しました。町は完全に破壊され、知恵の館も何十万もの書物とともに消滅しました。1258年2月10日、バグダード陥落の瞬間、イスラーム黄金時代は終わったんです。例の投石機が描かれてるな。ムスリムの方が、ムスリムの都を落としたのか。切ないな。終始は、14世紀に書かれた歴史書なので、実際の戦闘がどうだったかはわかりませんけどね。何にせよ、イスラームの英知が、すべて灰になってしまったのは悲しいぞ。いえ、イスラーム黄金時代に築かれた知識は、西欧の学者に多大な影響を与え、そこで引き継がれました。イスラム圏に代わって、今度は西欧が科学技術の中心になったんだな。たくさんのコメント宣伝サブスク、ありがとうだろ。再生数も予想以上に伸びていて、嬉しい限りです。YouTube 版は全然伸びてないぞ。お前ら YouTube も見ろよな。次の動画ですが、年末年始は忙しいので、来年の1月になるかもですね。年末は、学校屋のクリスマス動画を見ながら、気長に待っててくれよな。それではまた次回、良いお年を。